しんない。おっと、シャッツ、バーン、はい、ね、はい、え、あ、もうちょっとギーミーのな感じなんですか。左の、え、やべやべやべ、バレてるバレてる、バレてるなことバレてる、はいね、はい、朝まで、で、ダラダラスローワクワクのベルが鳴る、ね、チンチンっつってね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ね、ニコ生をご覧の皆様、はい、こんばんは、梅津です、江口です、はい、二人合わせて梅地です、梅地です、ね、よろしくお願いします梅地ね、はい、閉店後の店内から朝までダラダラとパスルをする当番組、今回取り扱うのは、北斗の拳トモト花見になっております。あー、すごいっすね夫婦言ってる、閉店後そのままの状態で実践をし、大移動はできないルールなので、最初の大選択が超大事、大の履歴からそのまま高設定を予想するか、AT、ART 残りを狙うか、どんなドラマが待っているんでしょうか、はい、そんな感じですよ、息くせー、はい、なお、今回お邪魔しているのは自分の息がくせベルシティ元住吉さんです、はい、神奈川県川崎市元住吉駅東口から、はい、出て徒歩1分パチンコ274台パチスロ240台の店舗で、9月17日目は、セイントセイヤ、女神戦線、あの面白いやつ、キングジャックなどを導入しました、ぜひぜひ遊びに来てくださいね、せーの、スロットするならベルスティ、僕も見分けつかないですわ、いや、つくでしょ、起きたよ、外れたらエディ・マーフィー、当たったらウィル・スミスですわ、これお、疑似連かな、あらららら、これは何、まあ、そうですね、この乱世になくてはならない星、そのためにケンシロウが必要なのです、もう一回、緑、王の元へと急ぐケンシロウ、それに率先とするラオウ、追加、追加で、お、赤、これ来たんじゃない、その冷たい仮面の内側はえなりかずきなのであった、あー、当たった、あ、当たっちゃいました、騒がしい方がエディ、静かな方がウィルスミス、すげえ、あ、え、これ何で当たったんですか、いや、スイカが強スイカだったんじゃないかっていう、おー、うん、外れろ、外れろ、これはずれろ、はい、ユーリボヤ、ユーリア、がばったことを改めて謝罪して、いやですおいや、もう終わりの音やん、もうこれ終わりの音やん、これ謝罪しなくていいから痩せてと、レインボー、レインボー、レインボー、あ、緑、緑、あら、4411と緑、ゆきさんはお腹の子供は何ヶ月目なの、よっしゃ行くんちゃう、あ、これあ、行く、やったー、レインボー、いや、上手、いや、上手やな、マジ上手、マジ上手、ありがたまきん、わ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 、エピソードっすね、これしゃあ、あはは、かわいそう、あああああ、いや、これケンシロウ止めれたやろ、毎回思うけど、うん、余裕で、
敵だ。うわあ、私の人生の基本を間違っていなかった。うわあ、いけ、ケンシロウ、そして時代を開け。私はいつもお前を見ているぞ。さらばだ。ああ、早く引けば 100% 上乗ったな。ここら辺がね、今のところまだ謎だったはずです。はあ。俺の中で生きよう。いいね。はい。ワニムの周囲悲しみ、すごい再翻訳シリーズ見てる人いるんですね。あー、またコメントが多い。シャウジャー、行け、シャウザー倒せ。天破喝殺。こんなやつ。百裂拳やった、百裂拳やった。乗れ乗れ乗れ。120。あらー、もっといけると思ったのに。なんとの勝負、体に傷をつけた罪は償ってもらうぞ。おい、シャッフル？ん？何がシャッフルかな？はい。あ、地獄少女と恐怖新聞をシャッフルしちゃった感じですか、僕。避けろ。避けたー。わー、すげえ。彼岸島みたいな避け方した。彼岸島の注射器避けた時みたい。お、またコメント読めない。おお、100、上手。はい、じゃあこれ今日こんな感じでした。こんな感じになってました。はい、11ゲームから始めて411で、うん、緑オーラですが、はい、プッシーで終わりまして、はい、で323ゲームで白オーラですが、3連、はい、3連しまして、で43ゲームで青オーラ2連、はい、で189ゲーム白オーラ2連の青オーラで、ここから、はい、840連したということですよね。